どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も歴代最強デッキ決定トーナメントの様子をお届けしてまいりたいと思います。本日はいよいよ決勝戦、こちらの様子をお届けしてまいりたいと思っております。それでは早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあいよいよ決勝戦、六部衆 VS 芝刈り信濃の対決を見ていきましょう。泣いても笑ってもこれが最後、最強デッキ、歴代最強デッキ、一旦歴代最強デッキ決定戦一旦終了します。どっちが勝つんでしょうか。どっちが勝っても歴代最強初代王者となります。さあ CM をシンクロ召喚し、まあ一応そこそこですね、ハンドはまあ一応結束が絡んでないんで2ドローが入ってないんですけども、一応複製的にはまあ強そうだなという、巡る二刀流なんで、まあ、そこそこ強いかなと思います。さあターンを終了。さあ闇遊戯選手芝刈り知らない、まあ、芝刈り引けてたら芝刈り止めるしかないかなと思うんですけども、おそらくもう芝刈られたらあのかなりきついので六部衆側は、なんでまあ芝あるんだとしたら芝止めるのがもうなんか なんだろうな、マストみたいなところありますよね。さあどうでしょうか闇遊戯選手、まあこの魔法の使い手というスキルがね、あの修正されますけれども、おいおいね、あの今は相当な確率で芝刈り引けるようになってるので、おお引いていく、まあ、これはもう光の速度で止めるしかない。もう芝は絶対枯らしてはいけない。30万知らないで芝刈りして終わり。局所、ああなるほど、局所はいはい、ああなるほどなるほど、あこれやばいかな、どうなるんだ、42はやばいね、普通に42はやばいけど、まあでも重シンクロレベル上昇でされるわけじゃないから、あーなるほど、刀神知らぬいを特殊召喚していく、で刀神知らぬいで相打ち取っていく、あこれやばいね、これ普通にやばいね、普通にやばいね、これやばいんじゃないこれあれこれやばいんじゃないの、これはどうだ、芝刈りを止めたのが間違いだったってことか。いやでも芝刈りは止めるだろう、芝刈りは止めるんじゃないかさすがに。さあ闇駅選手墓地シンクロはできますね、一応癖カード3枚っていうちょっと怖めの盤面ではありますけど、まあでも大体あの6部衆で伏せられてる顔ってそんな強くないですよね、あのもうモンスターいなければ大体巡るか二刀流でしょっていう話はあるので、5展開しちゃってもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ一応2-4で、まあ、8神経もできるのか、刀神と一緒に戦神出して4500でワンパンっていうのもできるのかあれこれあっけないやつか、すげえこれあっけないやつ、ああでも一応あれなんだ、物部を除外して、スカルデーモンかな、アンデッドスカルデーモン OK で、ゲート上のアンデッド族モンスターは効果では破壊されませんよという耐性が得られていく。で、ミヤズカサを召喚して墓地の、オーマの妖刀を特殊召喚すると7神クロができちゃうよっていう盤面にはなりました。さあそれはこれはガチで何もできマジで何もできずに、これ芝刈り止めるのこれプレミってこと、芝刈り止めたのがプレミということなのか、芝刈り止めんだろう、芝刈り止めんだろう、あれ止めないパターンあったのかな、あやかし神知らぬに特殊召喚してあやかし神知らぬにの効果を出すと、もちろんモンスターを除外して相手のカードを一応選択して破壊していくあまりにもあっけない、あまりにもあっけないけど、これがリアル、これがリアルです、これがリアル遊戯王デュエルリンクス。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。優勝は芝刈り知らぬい、歴代最強決定戦初代王者は芝刈り知らぬいでございました。まあ、今回のルールではね一本勝負だったのでどうしてもかなり運が絡むんですよ。なので、まあ、また機を改めてね3本勝負の日本選手っていう、要するに BO3 っていうルールでねやるのもまた一向かなと思っております。まだまだこれからも環境デッキたくさん生まれてくると思いますし、まあ、例えば新パックで登場したムーンライトとかもう環境に入り込んできてはいるので、まあ、そういうまた環境が、まあ、KC5 に確定してきだしたら
また第2回最強デッキ決定戦やっていくこともあるかと思います。ぜひね、そちらも楽しみにしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、それではまた次の最強デッキ決定戦でお会いしましょう。バイバイ。